ございます。我が家はですね、毎年ばあちゃんが手作りで餅を作ってるんですけど、今日は私も餅作りをやっていきたいと思います。幸福堂さんであんこ買ってきました。これも丸めてくれてます。一晩つけないと餅つかない。一晩つけないといけないそうです。で、おすごい、なんかもうすでにもち米が膨らんでますね。膨らんでない。ふわってしとる。で、もちつき器ね。これどこ押すと、蒸すボタン。こっから40分蒸します。じゃあ待ちましょう。なんで猫もすとわざわざ太さがしとったってこうやって、お、なんかいい感じ。はい、できました。出来たてのあんもち、うん、ね、まやちゃんも食べてみる。まやちゃん食べるわ。あんもちここにあるよ。あ、ほんとや、全然あんにたどり着かん。そうやろが、あんもち、これ餅飲み込むとき注意した方がいいね。なんで？ね？だって、うんこがりそうになるね。この辺の喉の気をつけた方がいいね。逃げ場がないよ。うまっ。いや、これ確かに少なかったわ。そうやろが、見て分かって、だけがこう、太しとって、太っちゅうが、普通って。うまっ。かわいい。いいんだね、ここにね。お子様でさん餅。うまいよ、やっぱ。以上、さかいけチャンネルおばあちゃんとの餅つき大会でした。美味しかった。